Number six, Ram Bora, Kabang Nani, Nimoto, that's a copy number, Nakamin, Nahina, Hana, Mo, Bambaram, Bam, 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 Summa Bail, a supper, you for up, Sapaki, Ram, Bam. おはようございます。タクです。松倉川の河口です。いやー、天気はいいですね。非常に天気はいいです。気持ちいいです。塩臭いです。生き返ります。泳いではいけません。当たりいいないですか全然。あ、厳しいですね。昨日も6時半ぐらいだから遅かったんですよ。あ、そうですか。なぎはいいんですけどね。なぎだけど周り見ても全然いる気配もないですね。あ、でこの時間で誰も残ってないっていうのは、あ、水ってのもあるでしょう。そうですか。ダメです。了解です。ロケーション的にはいいんですけどね、なかなか函館山も綺麗なんですけどね。はい、港町ふ頭でございます。天気が良くて、ロケーションも最高でございます。港町ふ頭なんですけども、沖に向かって、右側はですね、ジグとそれからジグサビキをやられている方がほとんどです。で右側の方に行きますと、カニそれからホッケのサビキが多そうに見えます。ジグはですね、ちょっと長めの9フィートぐらい の竿に、ジグをつけて、しゃくって、2ピッチ、しゃくって、3ピッチっていう大きい、しゃくり方で、釣られてるみたいです。数はだいぶ少なくなったんですけども、上がると、型がでかいというのが特徴的に見えます。なんかコチみたいな感じの魚を食べてるようですね。はい、今総価値が上がりました。サビキですね。うん、あ、いいね。なんか入ってんだべね。うん、総価値だね。一夜干ししたらうまいね。港町ふ頭の左側の方に、奥の方に来てみました。のんびりムードで、日向ぼっこがすごく気持ちいいですね。函館山も綺麗に見えまして、たまに通るフェリーがですね、非常に優雅に、見えております。釣果の方は先ほどあの総八枯れ、上がりまして、ホッケもポツポツという感じですね。いやー気持ちいいですね。はい、こういう日はですね、まあたまにあの港をブラブラしながらですね、好きなところに差を出すっていうのも、いいかもしれません。じゃあ楽しい釣りを。どうもタクです。ぼちな釣り部屋のお時間でございます。今日がですね3月の8日、火曜日でございます。今日はあの上の国漁港にお邪魔しまして、クロガシラゲットさせていただきました。ありがとうございます。ですね、今日はですね、その彼をゲットするっていうことがあのメインなあの課題だったんですけども、その他にもあの1点、課題を持って直行させてもらったんですけども、今まで使っていた PE の 0.65、 それとこれから使おうとしているメインで使いますって宣言しているアトミックスライダーの2号、これの得て増えてを試してみようかなと。どっちか使うと分かんないもんなんですけど、一緒に使ってみると意外と分かっちゃうんじゃないかなと思って、
ちょっと実調してみました。使う竿はプラスチックの A タイプ、全く同じものです。で、使うブラも 8g のブラ、これも一緒です。餌も塩イソメン、同じものを使ってます。で、距離は、投げる距離はだいたい15メーターから20メーターぐらい。で、風は後ろからの風、そうですね、3メーターぐらいですかね。投げて着底して糸吹きを取ってステイの状態にしました。さあどうなったと思います？開始30秒したら P ラインの 0.6 号がこんななるんですよ。ナイロンの2号だと思ったでしょ。ナイロンの2号そのまんまなんですよ。 0.6 号のラインがこんななるんですよ。こんなに糸吹け出たら向こうの仕掛けを魚がパクついてても全く当たり出ないんですよ。 PE ってそういう特質持ってるんですよね。あのちょっとあの灰気味にしてあげると世界一敏感なラインなんですけど、糸吹け出た状態だと世界一感度の悪いラインになっちゃうんですよ。で、あのアトミックスライダーの方どうだったかっていうと、あの2号なんですけど、あの上から手のひらでグッと水面を水圧グッとかけてるようなイメージなんですよね。潮座りがいい、うん、そういう言葉を使ったら過言かもしれないですけど、潮絡みとか風とかの影響をすごく受けにくいラインですね。で、そういう潮座りがいいとやっぱりお魚がかかっても素直に竿先がこうピピピピって揺れてくれるんですよ。当たりがすごく取りやすい。なぜか PE みたいに、今回の PE みたいに30秒に1回糸吹け取んなくてもいいからなんですよね。黙って集中して見れるからなんですよ。そのくらい差がありました。これはちょっとびっくりしたですね。今まで二十数年間PE 最強説を持っていた私にとってはですね、アトミックスライダーの出現っていうのはですね、めちゃめちゃびっくりしますよ。だってですよ、今までですよ、あれだけ超過を上げてた PE がアトミックスライダー使ってみてって言われて、うんうんって使ってみたらこんなに差があるのって、それに対して俺は何も気づかなかったのねみたいな、ここに来て言いますけども、アトミックスライダーって結構えぐいっすよ。私150メーターで3000、4000の道糸って結構使ったことあるんですけど、それ以上のポテンシャルは持ってるラインです。でも、価格は、すっごい安いんですよ。まあ、1000メーターとか500メーターとかお得用タイプなんですけど、それにしても値段安いんですよ。でも、機能的にはぐっと上なんですよね。で、どうしてそういうことを早く教えてくんないの安西さんみたいな。ほんとそう思いました。でも、このアトミックスライダーっていうラインも、今まで使ってた PE も使い勝手によっては、いいとこあると思うんですね。だから必ず、こう、直行するときに、ちょっと考えてもらって、今日は、こういうシチュエーションだからこっちの方がいいねっていう判断して使ってもらえれば、もっと戦力アップになるなと。で、このアトミックスライダー、残念ながらイエローグローブではなくてですね、天狗屋さん、こちらの方でお買い求めになってください。天狗屋さんの、金振りのスタッフ、星野さん、いますんで、彼とはですね、かなり20年近いお付き合いしてるんで、結構、精通してます。よろしく、お願いしますね。星野さん、それじゃあ、楽しい釣りを。